はい、今日は一色の森キャンプ場のゲレンデに遊びに来ました。今ショートスキーを背負って、もうスキー靴で歩っています。結構厳しいな。歩いてどこまで行けるでしょうか。だいぶ上まで行ければいいんですけどね。今日は小雪がちょっと舞ってますけど、なんか昨日は雨が降ったり、ボタン雪が降ったりでした。まあ昔ここ、一色国際スキー場だったんで、昔から知ってるゲレンデなんですけど、今はもうだいぶ前に閉鎖になって、リフトもありません。当時はリフト、1,2,3,4,5機かな、後から1機できたんで、で最後にできたリフトの降り場がまだ当時のまま残ってます。この見えるかな、ずーっと上の方ですね。結構歩けるもんやね。ほとんど運動してないんで、運動のために登ってます。急やなここ。本当は管理人さんにスノーモービルで送ってもらおうかなと思ったんですけど、まあ今日月曜日ですけど、なんか聞いたらお客さんが10組ほど入ってるそうで、忙しいと迷惑なので歩いて登ってます。結構急やな、ここ歩いてみると、中間の頂上まで来ました。どうですかこの景色。小雪が舞っていい感じでしょ。今ちょっと一服、たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうか。ほら、この今日は白山見えませんけど、この頂上からの眺めで、こっからまた登って、もう少し上まで行きたい。タバコは捨てずに持って帰ります。行きます。ちなみにドローンは持ってませんよ。でこれ下見るとずっと下から登ってきました。
53歳まといです。いや、意外とまあ登れるもんですね。スキー靴ですけど、ちょっと足が痛い。どうですか皆さんも、日頃の運動不足解消に。ちょっとハードですけど登ってみてはいかがでしょうか。はい、着きました。ちょっとこれ以上は無理やね。私の体力ではちょっと無理です。ここから下行ってここから下下ってまた登るんですね。で、昔あそこが上級者コースで、傾斜がすごいんです。で、昔滑ったのがそこの裏ですね。裏にコブがあって、コブが楽しかったですね当時は。で、その後にちょっと見えませんけど、こっち側にこの木の裏に新しいリフトができたんですけど、日当たりが良くて結構雪が溶けたそうで、そんなに稼働はしてなかったみたいですね。私も乗ったことないですけど。で、この真ん中にもう一本リフトがあって、奥にもう一本あったかな。 あそこにあったね。あそこにコンクリートの跡なんですけど、こんな感じだったと思います当時は。じゃあ、ここからショートスキーで下まで滑っていきます。ぼちぼちと。足が痛いんだね、これ。ズボンが、スキーズボンじゃないんで。ストックなしでいきます。はい、じゃあ行きます。足痛いな、これ。滑りにくい。圧雪してない。